大阪市税の収入も上がってますし、借金も5兆円を切って今どんどん減っていってます。それから職員の人件費も削減したと、もちろん僕の給料も当然削ってるんですけどもね、給料や退職金もこれも知事の方も削ってます、知事の方も80% ですかね、退職金は、80% カットしてると、はい、で外郭団体天下りの団体数ももう半減までしてる。でこういうこと後で、もう一つ下行けますかね、下で、生活保護費がね、こう大阪市ずっと生活保護費がどん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 上がってたんですけども、初めて、あ、いや、もうちょっと上です、もうちょっと上ね、もうちょっと上、もうちょっと上、そこ、はい、生活保護費を初めて、下げたと、下がったと、これ22年ぶりの減少で、これはもう生活保護 その不正な生活保護を徹底して、こう追求していった結果ですね、22年ぶりに生活保護はこう下がってきたと、一方教育関連予算というものが67億円の重点予算しかなかったものが330億円、約5倍に、教育関連予算を大幅拡大したと、これちょっと一部なんですけども、こういう維新の政治があってですね、もうちょっと全体引いてもらえますか、水色が、これ昔、平松さんまでやね、そうですね、でこれ以前はもっと悪かったと、でそれが維新の改革でこう良くなってきたと、当然昔に戻すなということは当たり前なんですが、実は一番下見てもらえますかね、一番下、これだけ維新の政治で頑張ってるんですけども、議会改革は全く進んでないんですよ、大阪市議会は、これ市議会議員の定数は全く変わらず、それから市議会議員の報酬も変わらず、で実はこれ、変わらずなんですけども、上げようとしたんですね、これ、これ変わってるのが2010年と比べると、そうですね、2000円だけ下がったんです。あ、2000円下がった、2000円下がった、市議会議員皆さん2000円下がったらしいですけど、月2000円下がった、で、あれいつだっけ、あれ市議会議員の給料上げようってなった、去年だっけ、ね、衆院選のね、去年の衆議院選挙だから、去年ぐらいの年末ぐらいの時に市議会議員の給料を逆にこれ10万円月額上げようとしたんですね、で結局柳本さんが言 大阪を取り戻すっていうのは、この議会の給料、市会議員の給料とか取り戻す、これを昔に取り戻したいっていう、もっと上げたいっていうね、そういうことしかないのかなと、維新の政治っていうものがこれだけあの結果が出てる、もうちょっと聞いてもらえますかね、聞いてもらえますか、維新の政治がこれだけあの変わってるってこと、大阪都構想をやりながらここまで変わってるってことは、しっかり有権者の皆さんに理解いただきたいなというふうに思います。で、